こんばんは、カウンセラーの、こんばんはじゃない、こんにちは。カウンセラーの山本由美です。今日はですね、インナーチャイルドレッスン、どうしてグリーフワーク、痛むというか、オリジナルペインというんですけど、オリジナルペイン、子供の時の傷を見にわざわざ行って、それを感じる必要があるのかっていう話をしようと思います。ここはですね、今カウンセリングやっていて、もう、やっている方はみんなグリーフペインワーク、オリジナルペインワーク中な、オリジナルペインワーク中なので、グリーフワーク中なので、もうみんなズタズタ系なんです。今はちょっときつい状況だと思うんですね。なので、その方に向けて。まあ、本当に苦しいんですよ。っていうのは、やっぱり今まで無視してきたインナーチャイルドを見に行ってるから、で、その感情を感じ取るためにこのインナーチャイルドをやっているので、また感じない限りは、ま、脳というか、もう脳がブロックしてるんですよね。それ以上感じないってやってるんで、ね、その苦しい、人間っていうのは感情を感じないことによってやっぱり喜びも感じないですし、生きてる気がしないので、どんどん生きてる気がしないくなって、でなおかつこう人から傷つけられてるとか嫌なことばっかりが、起こってくるように感じていたんじゃないかなと思うんです。で、そのグリーフワークの辛さっていうのは、まあ、確かにその過去の感情をもう一度味わうのできついです。しかも子供の時に買った感情こんなに大きいのかとか、こんなに強いのかっていうのをみんな感じているんじゃないかなと思います。で、そのグリーフワークはじゃあどうしてそれをやらないとダメなのかって言われると、ダメですね。これね、苦痛を解放するしかないんですよ。もちろんね、ヨガとかのワークだと、私ヨガではそこまでやらない、そういうことはしないのでやらないんですけど、子供時代のその悲哀の感情というか悲しかった感情が未解消に、未解決になってるんですよね。だからそれをもう本当に受け止めてあげないといけないんです。で、それはもう、やはりすごい、なんていうのかな、もう本当にこう本当に氷っていうか、こう蓄積されてすごいギューってなっちゃったエネルギーみたいなものなんですね。で、悲しむことさえも許されてない。だから悲しむことをグリーフエクササイズ、悲しむ、泣いたりとか、すごく憤ったりとか、もう本当に何日間も起き上がりたくないぐらいでしたとかもあるし、吐きましたとかもありますけど、そこをまあほぐしていくというか、癒していく作業なんですね。で、気づいたインナーチャイルドが本当に凍結されてるっていう言い方をします。で、そこの悲しみをが全ての恥の原因みたいになってるんです。で、私たち恥ずかしい存在も人に見せたくない、私ってなんか劣ってるとか、なんか自信がないとか、いつも間違ってるっていうのはそこから来てるんですね。だから人と人との関係ももう無理だし、頼れないし、孤独感もあるし、恐怖感もある。で、それを見るしかないんですよ、そこの恐怖感、孤独感を。で、だからこそそれを見ることによって信じるしかないんですよね。なんて言えばいいんだろう、本当にね、その苦しみを抱きしめてあげる、信じ、自分自身がここにいるからっていうことを信じてあげる、自分自身なんですよ。だから親とかがそういうことをやってももう不可能で意味もないことで、自分自身が、ここにいてあなたのことを守っているということ、そしてその苦しみは分かるよと言ってあげること、そして本当に愛してるし大好きだし、とっても大切な存在なんだよあなたがっていうことを自分自身に言ってあげるしかない。で、その悲しかったことまで行くにはやっぱりその親がやってきたこととか、誰虐待があったっていう、友達からいじめられたとか、そういうこともちゃんと見なきゃいけないし、それはすごいショックなことです。そうですね、ショックですねって言われる方多いです。やっぱショックだよね、当たり前だとショックなことです。
で、なおかつ、その後に怒りが来ます。なんか怒りって言っても、なんか、衝動的になっちゃう怒りじゃなくて、ひどいことに対しての自分を守るための怒りです。でもそれを、発動させない限りは自分を守ることができないので、やっぱりその、ショック、悲し、ショック、悲しみ、怒りって感じかな。ショック、悲しみ、怒りで、怒った後はもう最高の悲しみ。心の傷。で、落ちるんです、そこで。ボーンみたいな。どうしてあの人あんなことしちゃったのって思って、私こんなに傷ついた、うわーみたいになっちゃうんですね。で、自分たちが満たされなかった欲求ですから、満たされないんで、そこに、新しい解釈とかそういうものではなくて、まあ、本当にお葬式ですよね。弔うというか。悲しむ。で、それを、なんか、よく自己責任したんですよ。私がいけなかったからとか、私がこうしてあげればよかった。私がこうだったら親は怒らなかったのにとか、私がもうちょっと成績が良ければみたいな。そういうことをいつまでもいつまでも思っちゃう人いるんですけど、違いますよ。成績が悪くても愛せなかった親の間違いです。なんか、で、いつまでもその成績が悪かったっていうのがあるから、成績、私バカなんです、バカなんですっていつまでも言ってる人いるんですけど、気持ち悪いでしょ。なんかその、50とかにもなって私バカなんですバカなんですってもう50にもなってそんないろいろな知恵とかも授かっていろんな本読んでるのに私バカなんですバカなんですみたいなさ親に言われたこと信じてるのって気持ち悪いんですよね。なんかちょっとでもそういうことをねやっぱねやっちゃうんですね。っていうのはやっぱ親が好きだし親の価値観を持っていくだからそこには絶望があるんですけど、まあ、一回絶望しないとですね無理なんですよね。でそういうことによって恥ずかしさがあるんですけど、そこを、受け止める必要があります。で、やっぱ一人でやるのは結構きついよっていう話で。で、その感情を感じない時は、その感じさせなきゃいけないのがカウンセラーであり、私の役割で、あ、この人、そのなんかちょっとド S なところがあるんだけど、で、そっから必ず癒すっていうか、もう大丈夫だよってイナーチャイルドに言ってあげるんですよね。自分に言ってあげるってことなんです。もう誰もその、あなたの見捨てたりとかもしないし、もう、っていう話なんです。でも、それを一人でやるとすると結構難しいんで、なんか今度でも、アメリカでやってるのは基本グループエクササイズで、まあプライベート、私はプライベートでやったんですけど、まあ8人とか9人とかね、10人以下ぐらいやるんですけど、大体。そのぐらいの中でやっていくグループエクササイズなんですね。だから、人が人を癒すっていうのはあるし、でも何より大切なのはやはりね、自分が自分のそのインナーチャイルドを受け止めることなんですよ。辛かったよね、悲しかったよね、寂しかったよねっていうことを理解してあげて、一緒に泣いてあげて、でも私はいつもここにいるから大丈夫だよって勇気づけたっていうことなんです。でも、やはり感情が出てる人の方がやりやすいんでね、私今感情みんな出てるんで、ちょっと気分いいというか、まあ、やれてるなとは思うんですけど、こっからどこまで持っていくかっていうのはね、もうね、頑張りますよみたいな。か地獄に突き落とした悪の張本人みたいになっちゃうんでね、こういう時期って。うわーみたいな感じあるんですけど。ただ必ずその、グリーフワークには必ずその、自分が癒せる大人の、ワンダーチャイルドというか、大人の自分が必ずそのサポートしてあげれるようになるので、その強さっていうのも必要になりますね。でもね、その強さっていうのもね、結構ね、絶望とね、いろんなものを見捨てなきゃいけないんですよ。わかります。だから、一人暮らしとか大切だよって言ってるわけ。この、できる人はね。
というだからそこで強さを感じられるから、私一人でやっていけんだっていう強さを感じられるから、別にそれでずっといるってわけじゃなくて、ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。インナーチャイルドワーク、グリーフワークにね今苦しんでいる人、そして今親との関係で苦しみをぶり返しちゃって思い出しちゃって苦しんでる人は大切です。そこがなかったら癒しがないんで頑張りましょう。何かあったらねメールでもください。ということで、ではまた、さよなら。